どうも、エル歌舞伎のエル歌です。はい、どうも、ネロヤシです。ということでね、はい、おめでたいニュースが入ってきました。おめでたい。天竜源一郎さんがついに退院ということで。お、よかった。ねえ。めっちゃよかったじゃん。入院10ヶ月ということで、2本のベルトを携えて退院の写真を撮っているということで、はいはい、戦ってたんでしょうね、病院でも。戦ったんですよ ね。医者がね、なんかね、捻挫しまくったと、首の捻挫が多かったっていう。はい。はい、天竜さん基本首から落とすブレンバスターやりますからね。やるからちょっとはい、お医者さんがちょっと変わる変わるって、っていうのは僕情報で入りました。53歳の時に発明した、うん、相手をブレンバスターに持ち上げて、もうなんかそこから急に力抜けてふわーって相手頭から落ちるっていう一番危険なやつを。そう、はい、天竜さん今73ということで。ちょっと待って、あれを発明したのも20年前。マジか。53歳っていう技がさ、うん、もうまさに革命的すぎてさ、えずっと忘れない。ハッスルとか出られてましたよね。出てましたよ。あん時からもうじゃあ十何年、20年ぐらいは経ってるよな。経ってる経ってる、20年ですよ。マジか。スピーカーホールとか見ました。はいはい、北海道で、はい、ハッスルね。あ、当時その53歳っていう技名と、うん、もう一個バックドロップの体勢から喉後押しをする、うん、俺が田植えだっていう技があって技名がどんどんなんかそのオリジナルになっていったとかね。はい、で、うん、全く想像できないっていう。そうそう、はい、受け身が取りづらいんですよ、あれは。残りづらい技いやいや、そんなことない。ハイファイフローとか分かりやすいんですか。そんなことないですけど、はい、で、あそこ切り分かりやすいです。なんか早くもね、ジムでベンチプレスをやりたいんだよと、うん、ジムでベンチプレスをやりたいんだよと、で、はい、早くリング上に行っていろんな仕事をして、うん、リング上からえいえいおーやりたいとえいえいおーでみんなで締めるのが天竜さんのなんか気がつくとトレードマークになってたという、間をつなぐのにやったのかもしれない。いや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 、ね、いや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 、そんなことはないですか。そんなことないと思いますけれども。でも嬉しいニュースじゃないですか、ね、嬉しいですよ ね。ヒクソン・グレイシーは2年前にパーキンソン病と診断されたと告白。うんうんうん、あまり気にならないということですね。あ、パーキンソン病ってなんかね、け、あるっていうね。だってマイケル・ジェイ・フォックスもそうでしょ。あ、そうか。モハメド・アリとかね。同愛が人によって違うっていうのはあるよね。マサ・斎藤さんとか、うん、64歳だってヒクソンは、うん、人生において何があっても受け入れると、どんなことがあってもそれを受け入れるだけだと話しているとか。ね、まあヒクソン・グレイシー。そしてですね、離婚もそうですよね。まあまあそれはまあいいんですよ、家庭のことはね、うん、そしてもう一個、人気モノマネ芸人サイン転売に怒り、うん、出品価格にもっと高く売れるよ頑張るわということで。どっち、山本隆弘さんがですね自身のサインがメルカリに出品されていることに心痛めている。痛めてた。21日ツイッターを更新、うん、自身のサインがメルカリで出品されていたのを発見し、うん、買おうかなってこらーと一括。さらに出品価格が900円だったことに対し、うん、もっと高く売れるよ頑張るわ、米マーク本当は売らないで記念に取っといてよと嘆いているということで、モチベーションになりますよね。いやいや、何の900円で売られてるってことでね、もっと頑張って1000円にしようとか。これあれですかね、パンちゃんリナさんかなんかが書いたやつなんですかね。モノマネのモノマネじゃないんですかね違うんですかね。ちょっと発信がもしかしたら国外の可能性も、うん、サインのモノマネじゃないのかなと。出てくる。で、今日はですね、山本隆弘さんのちょっとウィキペディアで勉強していく回にしていくのはどうかなと思います。勉強、はい、はい、1975年昭和50年生まれ山本隆弘さん、うん、日本のモノマネタレント、お笑い芸人、声優、福岡県北九州市出身。もう北九州。アクロスエンターテインメント所属、162センチ、血液型 A 型、うん、本名山本貴弘、はい、ニックネームモノマネヤングライオン。いつのなんでしょうね。いつのかもわからないし、山本貴弘でいいと思います。いやいや、ニックネーム、キャッチコピーですよ。あなたの好きな2つ名ですよ。2つ名ね、はい、モノマネヤングライオン。ちなみに天竜源一郎の2つ名は風雲のぼり竜です。おー、かっこいい。かっこいいでしょ。でも山本貴弘さんって別にプロレスのモノマネのイメージ全くないけどね。例えばほら、神奈月さんって言ったらさ、パンパンで出るでしょ。長谷博士とかね、ガノ、うん、ね、ガノもすぐ出る。ガノ正博とかも出てきたりとか。神奈月さんの次、ガノ正博かい。いるだろ、もっと他やってる人いない。原口秋政さん、長野やってるから、ガノより先にいるだろ、もっと他います。で、うん、あんまないよね、モノマネヤングライオンって。なんか番組のなんかあれだったのかな、ちょっとわかんないけど。テレ朝出てたかもしれないね新日ワールドプロレスで、うん、の流れだかもね。
来歴、うん、小学校時代は学校の友達や先生の真似をしていた。やっぱりここから入ります。大体そうだよね。俺も先生の真似しまくってたからね。女子が唯一受けるのは俺先生のモノマネだけだったから。俺の喋りは男しかおらなかった。あんまなかったな、そういう、やっぱあれ、北海道はあんまそうなかったけど、やっぱ本州の人ってやっぱそういう先生差別みたいなのは関係ないです。やってたんですね。関係ないです。ちょっとそういう差別は北海道で先生の真似した人いっぱいいます。いや、いなかった、ね、いるはず。見たことないですね。有名人で最初に真似した真似、モノマネは、はい、麻生太郎さん。出身の福岡で、自宅前に麻生さんの選挙カーが通っていたことから、麻生太郎と書いたタスキを自作し、うん、学校の廊下で手を振りながら、うん、麻生太郎よろしくお願いしますと叫びながら歩いていた。あ、なるほどね。叫びながらしかもさ、走るじゃなくて歩くですからね、皆さん。歩くはなかなかね、皆さん視認できますからね。これモノマネだったのか、その家の人の意向だったのか分かりませんよ ね遠回しな根回しだったの。 今ほらあれでしょ、うん、選挙の時の麻生さんかもしれない、はいはい、今だったらもしかしたら、うん、あのテレビ の、はい、国会での麻生さんとか、はいはい、記者会見の時の麻生さん、あ、使い分けてね、新聞のね、うん、なんと、はいはいはい、インタビュー受けてる時の麻生さんとかっていうのがあるかもしれない、はいはい、確かにね。そう、その時で言うこと違いますからね、うん、面白いですよ。子供の頃からテレビっ子で、うん、福岡で週末の昼間に放送されていた映画、うん、ナイトライダー、ああ超音速攻撃ヘリエアーウルフ、はい、特攻野郎A チームなどの吹き替え版を見ながら、はいはい、うん、声がかっこいいな、うん、こんな仕事をやってみたいなと声優に憧れるようになった。それからもう太田さんやってたんですか。どうなんでしょうね。でも、うん、世代一緒だね。一緒。これ見て、全部見てた、うん、俺も見てた、うん、エアーウルフはちょっと俺分かんないけど、エアウルフってあれ、あれエアウルフってあれだっけ、あの、うん、ヘリコプターのやつだっけ、ちゃったかな。あ、そうだって、超音速攻撃ヘリだって。あ、だから多分そうだ、うん、突っ張りの素振りのことじゃないですね、エアウルフってのは。いや、それちょっと千代の富士の、違うんですね。いや、ウルフさん、ウルフで、ウルフね、ウルフね、はい、高校卒業後、うん、福岡市の調理師専門学校に1年半通い、一緒やん、林くんと一緒ですね。専門学校卒業後は福岡県内のホテルのレストランにコック見習いとして勤務。はぁ、23歳の時に朝の調理場で仕込み用のネギを切っていた時に、うん、俺がやりたいのはこれじゃないとふと思い、包丁を置いた足で料理長の部屋に行って辞める旨を伝え、お、声優を志し24歳で上京。はあ、声優か。お、なるほどね。代々木アニメーション学院の原宿空港に入学し、うん、同期生に野戸真美子さんがいた。野戸さんは卒業後事務所に所属できたが、うん、山本さんは事務所から声がかからなかったので所属できず、うん、卒業後はフリーターとなる。おう、その後芝居が好きで劇団に入団も、人間関係がうまくいかずに1年で退団、うん、路頭に迷っていた矢先にコージー富田さんと原口あきまささんのモノマネをテレビで見て、うん、そういえば子供の頃よくモノマネをやって周りを笑わせていたよなと思いつき、モノマネが得意であることからお笑いの道へ進む。声優やってる時はそこはそうなんだね。コージーさんと原口さんちょうど本当世代一緒というか、まあちょっと上なんだけどね、48歳なんで。上だけどもう見てて面白いと思うものは多分似てます。あれ兄貴とか3つ上にいるけど、大体一緒なんだよね、うん、面白いと思うものは。芸人事務所の特集が組まれていたオーディション情報誌、うん、デビューを購入して連絡先を調べデビュー渡辺エンターテインメントのオーディションに合格して所属が決まり、はい、ライブやショーパブの仕事をするようになった。うんうん、うん。2014年2月22日、猫の日にかねてから交際していた一般人女性と入籍した。その時猫の日ってなかったっすよね。2014ぐらいだったらもう言ってんじゃない、にゃんにゃんにゃんとか。にゃんにゃんにゃんとか言ってました。2010だってまだ9年前だぜ。ありそうな気もするけど。織田裕二の踊る大捜査線、三点製薬の目薬 CM、世界陸上、はい、ドキュメンタリー番組での一幕などのモノマネで知られる。三点製薬 CM の来たは登場時の枕として頻繁に用いられておる。あれ枕っていうんだ。これ書いたやつちょっと悪意な可能性は、枕でもこれでもあれでしょ。でも後にね、あのザキヤマさんの枕にもなりましたよね、はい、まあなるほど、くるあれはすごいよね。逆にあんだけすがすがしくくるやるのはすごいね。パクリすぎたというね、はい。織田のモノマネを始めたきっかけは、はい、高校時代に片思いをしていた同級生から一度だけ、うん、織田裕二に似ていると言われたことに由来する、うん、学生時代から教師などの身近な人物のモノマネをしていた、はい、
小田をはじめとしてモノマネ対象の人物に対しては特に許可を取っていない。これ書く必要、ウィキペディアにわざわざ書く必要あるかこれ。いやいやいや、取ってないから怒られてるわけでしょ。2008年11月には小田裕二の所属事務所から民放各局にモノマネを企画される際には本人のイメージを尊重していただくようなルール作りをお願いしたいとの通達があったとアメーバニュースが報じた。なるほど、ね、ダメですね。もうネット番組ってダメだね。これ地上波だったらこんなものもう言わないで、もうどんどん出して。でもやっぱりこの時は覚えてるけど、松本さんが、うん、松本人志さんが、はい、いや本人が嫌だっつったらやっぱやめた方がええんちゃうかなって言ったのは印象深いけどね。あ、それもね、それもあると思いますけどね。だから JP さんはすごいよね。まあすごいよな、まあ、やった時期も良かったかもしれないね。あの昔の尖ってる時のダウンタウンさんだったのね、もしかしたら。まあそうだね、坊主で JP さん出るか、うん、あの髪の毛ね、資産分けで出るかで多分時代で変わるからね。オールバック、うん、壊されてるかどうかの差はありますけどね。あの時代の松本人志様には。衣装読んだらもう怖い人としか思わないからね。なんで本で衣装って、なんで衣装吸ってんだよと思う、普通家族にしか見せないからな。いやいやいや、近年は声優としても活動しており、アントマン&ワスプの吹き替えには声優枠で参加している。アントマンってあれか、うん、マーベルか。そうだね。また2012年からは同じモノマネタレントの原口さん、堀さん、ミラクルヒカルさんとモノマネライブ変人を毎年開催している、うん、料理が得意で芸人デビュー前はリーガロイヤルホテル小倉内の中華料理店に勤務していたことがある。ほー、知らないな。エビは大好物だがエビアレルギーを持っているため自分で殻を剥くことができない。一番面白いじゃん。いい情報ですね。一番面白いじゃん。父親の影響でプロ野球はジャイアンツの大ファン、はい、オリックスバファローズの小松佐藤さんですかね。あ、2008年シーズンヒーローインタビュー時に山本のキターを披露、うん、その後山本は小松にキターを使ってくれてありがとう、また新ネタを使ってくださいという内容のハガキを送っていた。ちょっとそれはちょっと調べなきゃなということなんですが、どんなモノマネレパートリーがあるか、 ありすぎるんで、はい、順番に読んでいくんで途中でも止めてください。アリスギルのアリスタオフレーム、オフレームが最近ちょっとあの、安城さんで、はい、金原博之さんの整骨院に来てたんですが、あれは今雷神に出る噂があるんですよ。あるんですか。アリスタオフレームがで来日してるんですよ。なるほど、体がシャープになってましたね。シャープっていう言い方なのかよく分かんないけどね、はい、それは引き締まってましたね。三点製薬じゃないなんか、ね、はい、薬を、ね、使われた可能性もありますけれども、あ、ね、はい、さあどうぞ。モノマネレパートリー、はい、相川翔、おめえふざけんじゃねえ、いけますね。赤井秀和、いや俺はね、あのチャンピオンのね試合見てね感動したんですよ。高田のことチャンピオンって言うって。あ、まあ、そこ使えるな、うん、麻生太郎、まあちょっと読んでいくわ。カップラーメン、うん、あのね、カップラーメンなんてね、いくらぐらい、500円ぐらい。7000ぐらい1個。何がさ恐ろしいかってさ、あの時さ怒ってたけどさ、一蘭のカップラーメンが近づいてんですよ。あ、そうですか。そうそうそう、スラーメンで結構行くんですよあれ。この前ね、週刊少年ジャンプっていくらなんだろうって調べたの俺ね。いくらと思う。最後に買った、はあ、俺が買ったのは190円。はいはい、いつですか。それはね、中学校の2回か3、はいはい、今の値段ね、いくら、2、3は言ってるから230円じゃない。俺が思ってるより安かった。いくら。290円安くない。ごめんごめんごめん、マジで。俺さ、活字の本買うからさ、活字の本の値上がりよりはすごく抑えられてる気がするんだよな。いや漫画、いや俺中学生で買う本だと思うから、はい、バイトもしてないじゃん、はいはいはい、で俺お小遣いとか制度もなかったから、はいはい、290は俺ちょっときついな。いや200円台でよく抑えたなと俺なんか思ってしまうかな。いやそれは面白いよ、中身はもう、まあ、もうありがとうございますの集英社様ですよ。はいはい、もう、今その290円。阿部寛さん、モノマネね。ああ自分で髪切ること言うな。おい、すげえんだよ、俺のホームページは繋がりづらいんだよ、繋がりやすいんだよ。これあのラパルフェの人が R1 の決勝でやってモノマネ、ああのモノマネ。東大行くより東大行こうでいいじゃん。綾小路きみまろさん。いや、私なんかは、ネタ作り、お客さんは若作り、こんな感じですか。違う。いやお前ガッテン言えやろ。ガッテンっていうあれ。ガッテン立川志の輔師匠でしょ。ガッテンいただきました。
分かる人だけやってくれね、分かんない人もいるから、はい、分かる人もいるか、はい、イカリア長介さん、おー、行ってみ見たことある、いや、岡本隆弘さんのナイス、おいっすー、だからもうこれあれじゃない、一人踊るダイソーするんじゃない、あー青島うん青島あるな、現場の仕事っていうのはしっかり覚えるんだよこれセリフあんま分かんないから、分かんないよね、うん、俺も次最後コントラバス弾いてらっしゃるんですよね、イカリア長介さんだったら、あ、そうなの、イカリアさんのさ、本だったからね、コントラバスでこう、あれ、あの下の CM とかでさ、コントラバスとかでけえやつをさ、あ、弾いてるやつ、そっか、まあバンドマンだもんね、もともと、そうそうそう、次ほら E.T. もう友達僕と組むは友達日本語の時点でアウトのやつET、 イブマサト、あ、イブマサトさんね、はいはいはい、梅沢富美男、あ、梅沢さん、はい、あ、これ超面白い、江口洋介、いや、これも白い巨頭じゃん、その並び、あ、そうなんだ、梅沢さんはちゃうけど梅沢さんはあんまドラマでないと、もう俺説得力ないかもしれない、怒られるわ、イブマサトさんと、うん、たのもうそうだ、江口洋介の、うん、喋った後の首の動きってのめっちゃ面白いの、なに、あ、そう、なんとかねっていうのは今これごめんラジオだから 見えてないけどやるね、うん、俺はあっていうのあれすごいのよ着眼点、それあるんだ、俺そこ気にしてみたことないな、遠藤健一、あ、これちょっとあれだね、うん、なんか衝突しそうですね、日の日用し仲良しのねんねん、いや、ねんねんと衝突、俺らが最近ライブでよく一緒になりたけだろお前、ねんねんがさ、うん、ノーツイートとかにしたんだけど、ねんねんがネタでね、他のモノマネを練習したいって言うんだけど遠藤源氏になっちゃうっていう、あ、まあ、はい、くだらないネタがあるわけよ、あ、まあ、しょうもないやつ、でその中でなんか孫悟空だなんだとかやって、はい、アントニオ猪木だったら絶対やるっつって、うん、できんのっつって、もう1分ぐらい振った後に1、2、3、あちゃ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 つかって、円形さんなってんじゃないかよってあって、えのけんさんなってんじゃないかってなって、円形さん、ごめんなさい、何回榎本健一爆笑で間違えない、それでこの前ライブでにね2日連続ぐらい一緒になったから、うん、もう余計なお世話なんだけど言ったの、俺あんだけ振ったら俺猪木で来てほしいと、外してほしいと、ああそうだねって言ったので、それはあるね、で俺がいかに迷惑系 YouTuber かよく分かってもらうんだけど、それがもう次出番っていう時間に俺が言ったの、はい、じゃあそしたらねんねんが「えじゃあそうしよっか」とかって急になんか相方とやりだしてで本番でねやったの、はい、1、2、3ダーッ、どうだったのそれ、えもうクレーム覚悟で言っていい、うん、そのネタの中で一番ウケてたどう思う、その日はよ、その日は俺ねそれね、はい、俺途中から聞いて、はいはいはい、あのそれ使いますっつって出ていく瞬間っていうか、うん、そのちょい前まで見てたの、はいはいはい、あやって受けた、そこが一番受け、その日はよ、あその日はね、うん、だから分かんない、別にどこでも受けるとも言わないけども、うん、俺をねちょっとどっ作家で雇ってくれみんな少しお金くれ俺に、ね、面白いよ、ねえ面白いよ、面白いな、日吉中町面白い、次、はい、おいでやす小田さんなんとかないかい嘘つけな、歌ってるじゃないかやめろもう俺やろうからおいでやす小田さんの番、やっていいじゃないここやめろ、多分1軍じゃない、うん、1軍2軍でもなくてもうファームにもいないはずだから大丈夫、育成でいるから大丈夫、いい、あさっての単独ライブで急に入れるおいでやす小田のものまで入れるかもしれない、うん、これもう使ってないはずなんで育成です、これは大丈夫です、育成は使っていいです、次、はい、大杉蓮さん、あ大杉蓮さんね、大塚紀一さん、大塚紀一さんって見たことあるよ、目覚ましテレビの、目覚ましか、うん、目覚ましテレビの CM 明けにやらしい笑顔で出てくる大塚紀一っていうのがあってあおはようございますとか言って山本さんやってたよおはようございますって多分ね、山本さんがそれをやってからネット上で、うん、あの女子アナと大塚さんのね、うん、切り抜き画像みたいなのが流行ったんじゃないか、風雪のルーフ、風雪のルーフですよはあるかもしれない、どっちが先かわからんけど、ありましたね、次、大和田信也さん、大和田信也さん、はい、小田裕二さん、まあ、小田裕二さんはね、うん、もう山本さんのものと言ってもいいぐらい、でも本当そうだね、うん、
香川照之さん。あ、香川照之さん。わかんねえな、香川さんの真似。香川照之さんってどうやるの。芸術的なボクシング見せてほしいですね。村田には芸術的なボクシングを見せてほしいですねっていう、すごいボクシング見てる時うるさかった。だよね、もう、うん、でだよねじゃねえんだよ。だよねじゃねえんだよ。片岡鶴太郎さん、いつのなんだろうね、今のか、いつ鶴わかんねえな。でも今の鶴ちゃんってな、どんな感じ。鶴は千年ですからね。鶴は千年、神は万年、ね、ガッツ石松さん、加藤歩さん、ザムングルさん、おカッチカチだぞ、カッチカチだぞ、ゾックゾクするやろ。これもらいます。もらいます。これ多分それちょっとあの日テレとかでやってる場合の場合、可能性ですよ、うん、多分ギリギリまでなってゴーサイン出してるんですか。もうネタやってくれと。俺加藤歩夢さんの真似って似てる似てない関係なくやった時点でもう面白いと思うんだよ ね、 あるかもね。カッチカチあるかもな。軽部真一さん、これよく見るな、軽部真一さんの真似。あ、やってるね、やってる。面白い面白い。あ、初めてかもしんないね。あ、いないかもな。他でやってる人いないと思う。軽部さんはすごい。北王子金也さん、上川隆也さん、うん、北村総一郎さん。あ、はい、いや、そんなに言わないでよ。あ、こんな感じやな。そんな感じ、はい、そんな感じ、それであります。木村雄一さん、見たことない。見たことある。山本さんの木村一さん、ないね。考えられへんですよ、いやほんまに若手が動かねえ。君怒ってんなお前。あの滑らない話の。なんで、ま、抹茶混じって抹茶入れないとダメみたいな。ダメなの。木村拓哉、考えられへんわ。いいね、考えられへん。キムタク、キムタクは、堀さん、堀さんやるけど、だけどまあ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 ありだよ、まあ。でもさ、うん、そう考えるとさ、うん、タモさんの真似をさ他でするさ、うん、そのクラスの人いないっていうのはコージーさんやっぱすごいんだろうな。なんか今ネットで話題になってんだけど、うん、あれ多分そうだよね、今のタモリさんの完コピができる人がいて、うんうん、すげえバズってるらしいよ、っていうのをこの前芸人と会った時に、うん、なんか今のタモリさんやる人いるらしいねみたいな、まあ、みんなネットで見てるから、それあれだよね、うん、まあまあ、あの志村さんのさいるじゃん、レッツゴー吉政さんって。あ、どう、うん、松村さんみたいな感じだよね。今のだ、今のビートたけしさんと過去のビートたけしさんの間がちょっと違うっていうのはすげえ面白いんだよね。それ考えると俺松村さんの、うん、俺 YouTube チャンネル結構見んのよ。はいはい、やっぱすごいな。あすごいな、あの人。じゃあ昔の太田さんやろうかな。いやー、国なんかでもね大変なことになっちゃうんですよ本当に。うん、あのもう嫌ですね、あの女子高生のガガーとかこんなじゃん。昔の太田さん。あ、いいかもな。やめてくださいよ。うん、いや我々もね、あのさんまさんとこんな蝶々箸でやれてね嬉しいですよ。どこが蝶々箸や。あのさんまたけしのスナックで出てるやつ。あの、3つのまでさんま、はいはい、4つの竹っていう感じで竹氏っていうね、ママとね、あのゴンゾーちゃんの、あ、ゴンゾーさん、はいはい、あれですよね。あ、俺はあれ多分ね、うん、実家帰ったらある、うん、あ、ビデオ多分ね最初からあると思う。俺昨日見てたの YouTube で。そうなんで、太田さんが財前さんとか出てるな。あ、そう、それの、それの後半で、そこだけのあれなの、切り抜きで財前さんのじゃない回の、たけしさんがあれ、うん、酔っ払いすぎてセクハラをガチでしちゃうっていうことによって終わったんじゃないかって。いやこれマジ、まだ大丈夫。あ、そうなんだ。マジこれ本当マジなの。そう、それでその太田さんがあの、うん、その何あの、ビート、いや僕はね、あの清志師匠にね心配されてるんですよつって、あ、僕はね爆笑は好きなんだけど君を見てると相方を捨てる気がするって言われてんですよつって、でたけしさんが笑うみたいなやって、でゴンちゃんでさんまさんが、うん、でどうやねんお前その相方はどうやねんお前はとか言って、いや僕にとってねこいつはねすごい必要なんですよつって、でさ田中さんがすごい喜んで、えおえとか言って、うん、っていうのはね僕はねあのこいつをけなすことで成り立ってるんですよ、何ねんそれみたいになって、でその後にで最近ね、あの田中の方が実はあの爆笑問題っていうのは実力があるんだってね評論書くやつがいるんですよつって、でね、あれはね全然分かってないんですよって言うと、田中さんがなんだよそれお前器小せえよそんな言ってたって言ったよ。さんまさんが、はい、お前おしゃれ小鉢やねつって、あーおしゃれ小鉢、あー言ってる言ってる、小鉢、おしゃれ小鉢言ってる。で太田さんがおしゃれ小鉢ってなんすかっていう、うん、やつ。俺やろうかな、昔の太田さん。やってるか、みんな。やってるか。やってんの？なんか見たことありそうだな。おしゃれ小鉢はね、
覚え、いや、使ってるやついないな、そのくらい。いや、そりゃそうだけど。おしゃれ小鉢を俺すごい好きだ。俺ただ見たの当時から好きで、YouTube で見たことある、はいはい、懐かしいと思って。今の太田さんと昔の太田さんっていうのはやってる人いそうだな、でもな。それこそ山本さんやってるのかな。あや、まあ、ショーパブとかでやってるやつ。ショーパブ。ショーパブじゃないですかね、まだね。草薙剛さん、うん、栗原るいさん、栗原るい、あ昔いいとものレギュラ ー、いや それでは分かんねえ、たくさんいるわ、いいとものレギュラーたくさん、いいともレギュラーだってたくさん消えてたんだよ、お前。クロちゃん、あー、はー、どのクロちゃんやんだろうね、いじりすぎ、わわわわクロカワキショかもしれない、クロカワキショ、違うわ、それ誰がクロちゃんって言うの、ケイン小杉バフィットポリ、あ、これはいないよな、いなくて、でケイン小杉さんが山本さんのせいで、うん、みんなからあれやってよって言われるようになって、でケインさんが知らなくて、その時山本さんを、うん、で調べてたんだ、でから仲良くなったっていう、なんかあれだね、うん、コロッケさんと三河健一さんみたいな関係性、ほんとそう、ほんとそう、昴生さん、あのミキの、ミキの、え、三浦がいる、あ、ごめん、ミキの昴生さん、お兄ちゃんやめてよ、お兄ちゃんうるさい、それ真似されるんだったらね、ちょっときついですよ。河本純一さん、河本さん、タンメンかな、タンメンか、マグロのネタ、これあれできるよ、滑らない話で瞬殺したやつ、うちの姉がレズですっていう、もうあのちょっと時代を感じる滑らない話だもんね、あれは、あれはすごいな、瞬殺したよね、瞬殺、小島よしおさんどこまで、どこまですんの、小島よしおさんの、いや、あの、思いっきりじゃない、思いっきりの良さをやるんだろうか、なんかな、うん、坂上忍さん、まあこれはやってそうだな、やってそうだね、ジャッキーチェンこれで好きなの、え、山本さん、山本さんのジャッキーチェンのやつで、どうやって、俺好きなの、あのね、ね、これね、声っていうよりも、ジャッキーが、なんつうの、音ボケみたいな感じで、例えばよ、こういうシーンあるかどうかは別として、はい、例えばジャッキーが結構アクションで、はい、椅子の上とかテーブルにポンって乗った時に、はい、お尻になんか画鋲が刺さりましたぐらいの時 にガニ股調で腰を落として両手を前に突っ張りで両手をやってこって逃げるのがあるのよ。これをやった時に俺はこいつはちゃんと見てると、山本だけどすげえ、やっぱすごいね、すごいんだよ、ここやったっていうのはもうマジでびっくりした。いや、それを次の名前言ってもお前が言えるかな。何？鈴木宗男さん。あのプリンプリンの人がちょいちょいやるよ。やるよ、ね。あの、加藤さんじゃなくて田中さんの方がやる。モノマネつか顔似てるだけ。だけこれはもう変えた方がいいね。ウキペディアこれ書いてあるかもしれないけど、これは違います。プリンプリンさんの。田中さんです。どうかな。マネです。違います。スピードワゴンさん。どっち。まあ、できんだろうね。両方できそうじゃない。ああ、うん。まあできそうだ、ね。高橋一生さん、高田信彦さん。高橋一生。ああ、うん。高田信彦、あ、まあ、やってるから出てこいやな。高野花浩二さん。浩二。これも松村さんもやるけど。まあまあまあ。ね。うん、高橋克典さん、竹中直人さん。うん、田原総一郎さん。あ、でも担当乗ってんのいいねなんかさ、山本さんがやんなくても良さそうなのがちょいちょい混ざってんのが面白いな、うん、それも別の人で大丈夫ですよね、うん、ザ・ニュースペーパーにいるいや、ザ・ニュースペーパーのモノマネできれば面白いかもな、うん、確かに、うん、玉木宏さん、あ、玉木宏、ドン小西さん、うん、中尾明さん、ドン小西の声覚えてねえよ、見た目かな、見た目かな、見た目でいけんのかな、ドン小西さん、うん、中尾明さん、もうネジネジ、うん、ネジ、まあこれはちょっと別の配信でやったけど、ホッシャンの滑らない話を称賛するゲストの中尾明、うん、ガシはやられたよねやめろよ、あれ見た時驚愕してさ、まあこのガシオの話は逆算でみんな見て、俺説明しないから、やめろよ、中尾さん、どの話が良かったですかってアナウンサーみたいに聞きに行った時に、ガスをやられたよねっていう時に、なんかね、忘れらんねえんだよな、あれ、なんか変な感情で、いろいろ後悔があって
ゲストがいなくなったんですから。あ、いなくなったのあれ。いや、今外で聞いてる人いる、いや、ごめん、勝手に俺がたまにザッピングしてるときに、うん、パッて変わったときに俺いなくなったんですか。山本キッドとかもいたよ、昔どっか、長州とか滑らんなっていう。あれ深夜がちょうどいいんだよな。まあ元、まあでもしょうがないんだよ ね深夜から見てるからなんだけど、本当申し訳ないけど僕はね、深夜がすごくいい。まあいろんな人が絡んでるからな、それはなんとも。深夜が一番良かったんだよな。ダナイト武田鉄矢さん出てこれないんですよ。いやいやいや、武田鉄矢さんね、名演が聞けないんですよ。詳しくお話します今度、はい、永瀬智也さん永瀬さんも中村徹さん、西田敏行さん、うん、うん、西田敏行さんってね、なんだっけ、何の CM だっけ、 CM やってなかった。それこそ上島さんのイメージしかないね、うん、上昔のさ、さんしかない、昔のモノマネ番組見てて超面白いのが、うん、あのダチョウさんが売れてきて、うん、モノマネじゃなくてもう審査員の方に回ってて、あー、嘘、そんなのあったので、なんか誰かが西田、あ、コージーさんが西田敏行の真似した時に、うん、榊原郁恵さんかなんかが、うん、司会かなんかで、でいや西田さんこっちでも西田さんやってるっつって、うん、西田敏行の顔で笑って見守ってるっていうのが超面白い上島さんが邪魔しないように西田の顔でこうやってやると最高ですね。たまりませんね。たまんない、たまらないっすよね、そういうのは。パク・ジニョンさん。パク・ジニョン分かんないけど、なんかもうパク・ジニョンって人も聞いたことあるの。ここに混ざる長谷川博美さん、浜田雅俊さん、原田泰造さん。原田泰造の真似って見たことねえな、誰でも。でもさ、学校でやってたよね。あ、俺の、あ、帰ってたよ。俺のね、世代はね、ボキャブラでやってた人いたけど、がっつりやる人は見たことない。見たことないな、うん、あ、ね、巴投げはモノマネって しまくって怒られましたね。あれが、はい、俺の記憶の一番最初の BPO ですね。怒られましたね。あの技に BPO って名付けるから、DTO じゃなくて、うん、BPO っつってやるから巴投げ、ね、DTO ぐらいの、うん、あの DDT っていう天竜が作った技があって、うん、デッドリー、デンジャラスドライバー天竜っていう、うん、それを大仁田がやるときに、大仁田がパクリじゃねえぞっていうのをアピールするために、うん、DDO って叫んでからやる。やるって。で、違いは相手が前回り受け身しないで脳天が突き刺す、相手次第だろってやつある。でも突き刺すように落としてんのかな。あ、そうですよ、それあれ抜けらんないですから。なのかな、お前抜けらす。まあまあ、やられたら絶対抜けらんないっすよ。あんなのモニノさんのは無理ですよ、我々は。パンツェッタジローラも、ああ、私、あの、口説きますよ、あなた、そんな感じですかね。ボビーオロコン早いんだろうな、みんなより早いのかな。でも、いや、たぶんミラクルヒカルさんのも入ってるかもしれないのレパートリーも。レパートリー入ってる。いや、ミラクルヒカルさんやんでたらもうミラクルさんは、俺はちょっともうおかしいと思ってる。まあ、別格だよね。別格というか、山本さんもそうなんだけど、はい、人間としておかしいと思ってますから。マツコデラックスさん見たことねえな。山田孝之さんのマツコデラックスさんないね。あんたやめなさいよ、それまで。俺なんかで言うの、まあ、こんな感じだよね、大体。これね、どういうあなたが認識してるかも分かりますよ。三谷裕二さん、あ、三谷声優さん、声優、あ、そうそう、あの、よくあのタッチとか、あ、うん、あのアムロレイ、あ、殴ったね、父さんにも殴られたことないのに。若いおさむさんの、若いおさむさんのモノマネですね。めちゃもうごちゃごちゃついてる、ごちゃついてる。もう中学生さん。ためになったね。だからここら辺になってくるとさ、もう中3とかになってくるともうカルタなんだろうね。でももう早くパンって取った方が勝ち。あ、それだ、 RG さん方式なんだけど、うん、もう中さんももしかしたら誰も気づいてないもう中さんやってるかもね。ダンボールを取りに行くときの肩とかさ、分かんないけど。次が柳葉敏郎で、うん、柳葉敏郎 も、ね、あの踊る大捜査の首の動きみたいな感じなの。青島、青島、やめとけ。一回さ、聞いてみたいのはガチよ。これってさ、原口さんもやってるじゃん。あー、俺そっちの柳葉さんはごめんごめん、混ざってた俺今、うん、やってるわけじゃない、はいはい、これってさ、クレームがつく場合とつかない場合があるんですよ、はいはいはい、本人とかじゃなくて、はいはいはい、そのモノマネ芸人同士の時にどこの合意サインがあるんだろう。あいつ、いや、あいつがやってるとこっていうトークを僕はちょっとアメトークでやってほしい。あるかもな。でもモノマネ同士であるだろうけど、うん、そもそも
モノマネってそのオリジナルが本人にあるから、これに関しては例えば時事ネタでさ、うん、あの事件ネタにしたでしょ俺らもやるんだけど今日みたいなあるじゃん。そういうのでも切り方をどうするかだよね。そうだよね。だけどさ、やっぱギバちゃんの真似したら絶対唇はさ凄めるわけじゃん。あ、そうだね、あの踊る大捜査線で言えば、そこやったら俺パクリやんとか、まあ、ってならないくて、何がどっからがいいラインなのか。古畑任三郎なんてね、やっぱザコシショウまで行かないとオリジナルじゃないからね誰も真似できないとこで言ったらオラキオさんとかね、うん、体操選手のね技とか、まあ、あれはちょっと技術必要すぎちゃってできなかった。確かにだから、まあ、これちょっと気になるな。気になるね、うん、続いては山田五郎さん後でこのね撮れてやってもねいう喋り方ですね。まあとりあえずなんか画家の名前出してうんちく垂れるゆうすけサンタマリアさん、およっ強しー強しー強し待てよお前合ってる合ってない合ってると思いますよ。いやそう考えるとそう考えると新しい地図プラスユースケサンタマリアあんま見ねえなっていう僕の中のちょっと最近な引っかかりもあります。ユースケサンタマリアって、うん、あの松本さんの放送室ってラジオかなんかで聞いたけど、はい、松本さんの幼馴染の作家の高須光義さんが、うん、誰かの結婚式で、うん、めちゃくちゃ受けてる司会者だかなんかがいて、なんだあいつはっつって、うん、なんかその時まだ世に出てなかったのがユースケサンタマリアだった、っていう話だった気がする。俺アルジャーノンに花束をっていうドラマしか見てないかも。だからそれは俳優としてでしょ。俳優としてバラエティとしての、あ、だよね、そうなんだ、素喋りだよね、素喋り菅野美穂の、はいはい、まあ、うん、原作の映画いいんですけどね、アルジャーノンに花束を見てほしいねみたいな次、うん、横山健クレイジーケンバンドかな。いいねいいねねえ、いいね。ツイッターより早かったですもんね。当時僕働いてた店の人はずっとやってましたね、クレイジー料理やった時にあ俺があこれで刺身これで盛りどうですかって出した時にいいねって絶対言うっていうのがあったんで、これはちょっと僕ね封印した方がいいかなと思ってます。林いいねって、はい、江野さんがちょっと名前フルネーム言いましたけど、江野さんはいいねってやっぱやってましたね。30後半入るとね、うん、そういう素人は最高ですね。もうね多分俺昔だったらムカついてたんだろうな、うん、俺は笑った、俺は笑っちゃったちょっとこの人14時間俺もその空間にいたんでその同じ調理場に14時間ぐらい一緒にいたんで、あ、先輩も5年6年上の先輩もやっぱおかしくなるんだなっていうのを僕はその時考えました。だからあまりね他に楽しみがなかったでしょ。なんか何かもうないとイヤホンしてやるわけにいかないしね。いかないですね。ですからカッポウキね、いいねと僕にやってくれましたよ。キヌガサ浩二さん。あ、キヌガ、まあこれはあれでしょうね。ね、描写でしょうね。最近ね。レニーハートさん。あ、レニーハート。プライドのね。プライドの。巻き舌の巻き舌の、おばさまだ、ミノワマンを紹介するときだけミノワワワワワマンっていう巻き舌する場所がないから、ないから新しいやり方を作った。レニーハートさん僕一緒の電車乗ったこと、本当あのテレ東の番組で帰りで、レニーハートさんじゃなかった、スーザンボイルじゃなかった、じゃなかった違いました、あジャパニーズゴッドタレント来てなかった、ゴッドタレントじゃなかった、いや特にあれこれレニーさんだと思って、会場にねもうよくいらっしゃるからね、いたすごかったよね。あの大晦日かなんか見に行った時にさ、もう喉潰してるからつってさ、あのマスクに×のマークつけたレニーハートが紹介されてすげえ湧いてたじゃん、うん、さんまさん以来よあんなのあんなんね、あんなん、うん、すごかったな、いいとものね、さ、うん、渡辺隆さん渡辺隆さん、ええ渡辺隆さん何よ、リシケホイでしょ手前すぎて今ちょっと、え、隆さんのものをねもうやってんのもうボーツさんで売れてからもう2されたんですけどね
だからあれでしょ、どこやんの高橋さんの。 俺にロマンシングサガユニバースを勧めた時のやつはできますよ、うん、いやそれは知らないわ、携帯アプリプライベートの錦鯉の好きなアプリは知らないけど、いやいやいや、だからものすぐやめんだよ、勧めてすぐやめんだよ。いやいやいいけど、違う、多分あれでしょ、こんばんはだよあの頭な、うん、こんにちは、うん、こんばんはだよ、うるせえよ頭が良くなる本を買ったよ、読めよ言いそう渡辺隆さんの真似してんだ需要ある長谷川雅紀ならまだしも、まだしも元気いいもんね、まだほら、こんにちはとかでつかみでいけるのはあるしね、バカキャラだったりとかさね、いろいろなんかワードでね、ちょっとおバカなことに言えば、はいはい、キャッチがあるからね、いっぱいね、キャッチあるけど、たかしさんもキャバクラとかで使うんですか、パンパン、膝、うるせえよ、膝じゃねえよちょっと待ってよ俺どうだ、本当に用途が分かんねえ、用途が分かんねえ、渡辺隆さんの真似してんだ、やっぱすげえな。でもさ、これ長谷川さんがないっていうことは、もしかしたら誰かと一緒に出た時かもしれないな、っぽいな、ね、そうだな、坊主で誰かが、そうだね、出たパターン時にただやったやつを誰かが書いたんですよ、レパートリーとして多分ね、はい、誰がやってんだろうね、たあの長谷川さんはねそれが全然想像つかないわ、想像つかない、うん、清水明さんで、いやいやいや、清水明さん何でもできますよ渡辺陽一さん、これ あの笑い話として聞いてほしいんだけど、モノマネ、昔のモノマネ、山本隆弘面白いから全員いっぱい見てて、で私はっていうので、うん、渡辺陽一で進行しながら、戦場カメラに進行しながら、いろんなモノマネをやっていくっていうショーパブスタイルの、はい、で最後にこれ本当にその、うん、なんつうのフィクションぐらいで聞いてほしいんだけど、うん、オチが、うん、バキューンつって渡辺陽一が撃たれて終わるのよでその YouTube のコメント欄めちゃくちゃ荒れてたそれはねえだろつってそんないや大丈夫ですよ、うん、渡辺陽一さんみんなしたらね、うん、明日日記帳にレンガ挟んでたっていうか、なるほどね、だから倒れたけどね、大丈夫だったって、大丈夫でしょって言うとね、うん、一番怖かったのは、うん、野犬っていう、はいはいはい、犬って言ったのは渡辺陽一さん ねいい思い出ですよ、アジアとかで一番ハイチーズが通じない時に、アイアムブルースリーって言うと男の子たち一番笑うんだなんか本で読んだ、そうね、あんな遅いわけないもん、はい、リーは次、はい、渡部篤郎さん、これこそ首の動きだよね、あーはいはいはい、あーなんとかだ、いやすげえな、渡部篤郎といえばやっぱ山本狩人さんの凄さを証明した1個かなっていう、ね、あと渡部ピザとか、いやいいわ、リカコの本に載ってる昔のレシピの名前、はい、誰がわかんない、そして最後ですね、はい、最後、あ、渡里哲也さんということで、これあの、あの松竹梅、あ、そうですね、これ五十音順なんで、うん、最後から4番目に渡辺隆がいるってあ、その表は、あ、そういう表だったんですね、54順なんで、54順だったんだ、だから割と序盤に ET がいたっていうET からの高橋さんはちょっとなかなかですね、これは、うん、いいね、なんだよそれ、いやいいわ、でもね、うん、いやこんなに山本隆弘さんで話せるとは、うん、山本隆弘で喋ってんのか他の芸能人の話してないかなんだか分かんないよないや、ベース山本隆弘さんじゃないと僕こんな話しなかったな、うん、うん、無理だな、これ聞いた人鉄人認定します、うん、44分もうね、でもね、途中でやめたやつ損だな、渡辺隆の真似してること知らねえの止めてんだ、知らないで、これもう5分とかで切ったやつ1分とかで切ったやつバカだな、知らないんだよバカだな、渡辺隆の真似したやついいんだぞ今、いもう知らないんですねやばいな、あーダメだわ、全然渡辺隆のとこだけでよかったもんなもう、うん、渡辺隆ってもうあの当たり前に呼び捨てにしろ俺もどうなんだって思うけど、まあ呼び捨てしか今面白いかなと思って、いやいやもうまあ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 ね、一応な、はい、付き合いもありますし、はいはいはい、付き合いもありますから大丈夫ですよ、一応ですね、ちょっと渡辺隆さんのせいで薄くなったんですが、何ですか、
山本高弘さんが結婚した日のサンスポの見出しが嫁さんが来た、山本高弘が猫に日に入籍してるどうでもいいわ、どうでもいい、猫人気とかねありますから、あー面白い、いや、いいですよね。でもこれでさ、うん、猫で好きでさ、はい、でもモノマネタレントさん、はいはいはい、面白い、すごく面白くて、はいはい、するけど、にゃん王の司会がこれまた、あー原口さん、原口さんっていうところもまたね、猫、ね、ネタ限定ワングランプリ の、の決勝戦の司会が原口さんだったっていうね。そうそうそう、ここも第2回は山本高弘さんていうか、にゃんにゃんで来てくんないと僕は、え、明日なんですか、原口さんのウィキペディア読まなきゃいけないですか俺は読まなきゃいけないわ、どうする、渡辺隆入ってたらお前やるんだったらもうマジで毎日それやって、渡辺隆さんが入るまで俺やり続けない、うん、あそうですね、渡辺隆でもさ面白かったよね、あのさコロッケさんのさニュースの時、コロッケさんのウィキペディアかなんか読んでさ、うん、あのモノマネレパートリーにさティラノザウルス入ってたけど笑わなかった笑うよさ、これだってさ、ティラノサウルスってあったよ、これがさ、これだってさ表面的なことじゃないですか、はいはい、ね、こんなのやってないのもあるだろうけど、めちゃめちゃ面白いやつがたくさんあるってことでしょ、うん、これはね、見たいな、いくらぐらいなんだろうね、あれによります、 E.T. と渡辺隆だったら2万で呼べると思います、うんだから小田裕二とか入るとね高いんですよ、高いか、ET と渡辺隆は安いだった気がする、確かちょっとさ、モノマネ芸人さんでこれ聞いてる人いたら、うん、オプションどんな感じになってるか、そうですね、本当にだって、うん、ET と渡辺隆さん以外俺求めてないもん、うん、こうなってきた、まあせっかくなんで鈴木部でもやってもらいますけど山本隆弘じゃなくていいやつをこれどうなんだろうね、すいません、山本高弘ってずっと言ってますけど、山田よりどさん多分芸人さんの先輩なんで、先輩です、すいません、あの失礼いたしました、これはちょっとすいません、お笑い芸人、あの漫才師っていう感じなんで、はい、すいません、 ET も、 ET もね、 ET さん、 ET さん、はい、一応継承略で、はい、これはこれできないから、メニューみたいの欲しいな、うん、そうですね、メニュー欲しいな、なんか焼肉屋じゃないけど、うん、はいはいはい、欲しいよね、こうそれはもうお前いくら払うな、いくら払ってやるんだってなんだから、あ、V が、うん、V によって値段違いますよみたいな感じで、そうだな、 ET は高いのかな、まあそんなところでございますね、いやそのもんですかね、ということで、ここまで聞いたやつに告知する意味は何にもないんですけど、あさって単独ライブがエル歌舞伎ありますのでここまで聞くやつはもう買ってるはずなんで、いらないんで何のために単独2日前にこんな配信を撮ってるのかなんだったら、あい、これ見てる人、これ聞いてる人知らないと思うんですけど、あのなんか芸人さんで挨拶をしようかなと思って待ってた人も何組も書いてます、はいはいはい、あの新宿のね劇場の近くで撮ってますから、ね、そこはもうちょっと、はいはいはい、すいませんなんて、はいはい、思いながら僕はやってますけども、こんなところでね、うん、40分もね撮ってる場合じゃないんですよ、はいはい、雨の日の、うん、木の葉っぱを屋根にしてですね今撮っていますが、ね、これだから、うん、ラジオ番組とか持たされてもちょっと山本武宏さん出したら30分番組じゃ無理ってことなんだけど、無理だし、そうね、あともし関係者聞いてたらもう俺らがウィキペディアを読むラジオ誰かお願いします、今40分なんで、はい、オールナイトニッポンゼロぐらいだったら1時間でね、あれ1時間だっけ、あれ1時間とかでもできるんで、我々ちょっとぜひぜひ、あ、 PR ですね、 PR、 はい、 PR もちょっと兼ねておきますけど、はいはい、ここまで聞いてるスタッフさんいたら好きだな、はいはい、あともしゲララジオさんのねスタッフさん聞いてたらもう一度使ってみてはどうでしょう、こういう好きなことばっか喋って2ヶ月で終わりましたよねこれはもう、ね、あと思うんだけど、うん、レギュラーもし撮ったらさ、ラジオで、はい、やっぱこの配信止めるべきかな、だから1分漫才とかにしてそのラジオの場戻してもらったところに全力注がないと仕事としてはやっぱあれなのかな、あ、いやだからここは、うん、あれですよ、文春方式でのどういうことですか、文春方式ってちょっとだけ触るだけに、うなぎの匂いを嗅がせてですよ、はいはいはい、見出し的にね、うなぎの匂いを嗅がせといて本編はもうあっちで食べてくださいよというふうにするのが一番じゃないですかね、だから山本明さんで言ったら、うん、ET で止めなきゃダメですよ、はいはい、我々は ET で止めなきゃダメ、 ET まではもううなぎの匂いですよ、まあまあ、それ誰も聞かねえだろ、そんな告知用の聞かねえだろ本編ないやつ
ねということでございますので、はい、すいません山田海涼さんね、もし聞いていらっしゃったらすいません、はい、あのすいません勝手にウィキペディアを読ませていただきました、もし間違ってるとかあったらコメントいただけたらと思っております。ということで、あ、エル歌舞伎の単独ライブのね T シャツの問い合わせがすごいので、現状会場限定販売で、で多分売り切れるので、もう50分で売り切れましたらちょっとまた対策を考えます。はい、よろしくお願いします。通販とかするのか分かんないけど、で多分ね限定40枚で、はい、あのお客さんは90人ぐらい入っちゃうんで、100人ぐらい入っちゃうんで、まあ、そんな皆さんの常在をお待ちしてます、うん、といったところでぜひ単独ライブ来てください。配信もあります。というところでまたお聞きなさってください。お願いします。